今治市政広報番組、今回は徳永市長、藤堂高虎についてですね。今治城を築城してくださった方、そして町割を含め開港100周年を迎えました今治港の内港の礎を築いてくださった方、拓堂さんご存知でしたか？存じ上げてはいるんですが、詳しくはわからないです。じゃあ市民の皆さんとともに、はい、しっかりと学んでまいりましょう。はい、よろしくお願いします。戦国武将藤堂高虎、徳川家康の右腕として江戸幕府の確立に大きく貢献した高虎は築城の名手として知られています。高虎の築いた今治城と城を中心とした町割は今治の町、そして今治港の基礎となりました。本日は第12回の高虎サミットイン今治、ご出席をしていただいて心から感謝を申し上げたいと思います。2年に一度開催される高虎サミットは今治市も含めた5つの市や町が構成自治体となっていて、それぞれが高虎港にゆかりの深い歴史を持っています。この2日間の概要について教えてもらえますか？はい、15日はサミットセレモニーと記念シンポジウムを開催いたします。また16日は高虎村上海賊の足跡体験ツアーといたしまして、高虎の最高傑作で日本屈指の海城今治城や村上海賊の能島城址などを巡ります。高虎サミットセレモニーに続いて行われた記念シンポジウムでは、海と高虎をテーマにパネラーの皆さんから新しい視点による発表が行われました。一番難しい航路があるというのは世界一番なんですね。来島海峡があるために、これ海の一緒の役目を果たしているんですね。東道高虎港が今治城および城下町を作って、海、港と絡めて追求してみようというところが今回の。もともと高虎港のファンだったので、はい、参加にしに来ました。はい、高虎港が、その日本全国の町々を、作っていった、その影響力が大きいと感じました。まあ、海についての高虎についてはあ、初めてですね。まあ、知らないわけじゃないんですけど、そんな詳しく聞いたのは初めてです。高虎サミットで藤堂高虎についてしっかりと勉強させていただきました。私自身も大変参考になりました。はい、高虎港が築いてくださった今治城、日本三大海城の一つでありまして今治市のシンボルなんですね。今日お集まりをいただいた関係の自治体の皆さんと一緒になって、高虎港のご偉業を全国にしっかり発信をしてまいりたいと思っているんです。はい、これからがさらに楽しみですね。皆さんも高虎港について学びましょう。えっ、えっ、おー。